ハマナーズウォースカイアリーナ、全世界1億ダウンロード突破を誇る戦略的多人数参加型オンラインゲーム。そんなサマナの魅力を楽しく伝えるサマナマイハウス。さあ皆様、本日から始まりましたサマナマイハウス第1回目でございます。この動画はスマートフォン向けゲームサマナーズウォースカイアリーナの魅力をどんどん伝えていくという内容なんですが、毎回この家ですね、もう詳しい人、楽しむ人がいっぱい遊びに来てくれて色々と話してくれるみたいなんですけど、今日は来てくれんのかな、大丈夫かな。第1回目、お早速来てくださったみたいです。どうぞお越しください。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。いっぱい来てくれた、よろしくお願いします。どうぞどうぞおかけください。あ、もう全然土足で結構です。もういっぱい遊んでてください。あやみさん今玄関の外でお腹が鳴ってました。ルル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 ルっていうね、聞こえてました。本日のお客様はサマナーズをワールドアリーナチャンピオンシップ2018で世界3位に輝いた実績を持つ松アットゲリラジさん。試練のタワーに登り続けて14時間、サマナハマり具合では誰にも負けないあやみんこと一ノ瀬あやみさん。サマナに新たな戦略を提案する男、今日もサマナをカタリーナブルブル13。ご自身の YouTube チャンネルではサマナーズウォーの動画をコツコツと上げています芸人のハマロンさん。4名様いらっしゃいました。さあ皆さん、今日はサマナ好きということで集まっていただきましたけれども、はい、ちょっと皆さんの思うサマナの魅力、どんなキャラでも活躍する場がしっかりあるんで、そういうところがやっぱり魅力ですかね。コンテンツは多い。あ、確かに対人もできるし、自分一人で極めていくこともできるっていう、そのそれぞれのプレイヤーのレベルに合った行くべきコンテンツがあるから、そこで楽しめるんじゃないかなと思いますね。はい、見た目は可愛いけど色がちょっと好みと違うんだよなみたいなキャラがいたとしても、サマナーズウォーは五色展開されてるので、その好みにぴったり合うのが多いんですよ。もう一つのキャラでも5つのバリエーションがあると。そうです、そうです、ね、その中で魅力が伝わると世界人形みたいな感覚なんですね。その観点でも好きですね。あとはそのコミュニティというか、まあ知らない人と気軽に会話したり、まあそこで相談乗ってもらったり、今でいうそのアドバイザーがいるチャンネルなんかもありますし、そういうチャンネルで、まあ、聞いたり教えてもらったり、まあ、一緒に頑張っていけるっていうのがこのゲームのいいとこかなと思います。確かに始めた頃僕も星6にするのも大変だったので、確かに今この3体を6にしたんですけども、4体目は何がいいですかって、この3つから選んでくださいって白ちゃんに投げたらみんな答えてくれて、それで順番決めてました。確かに、今日もそのサマナがないとこの出会いなかったわけですもんね。そうですね。ここでそんな皆さんと一緒にこんな企画をやっていきたいと思っております。題してサマナ名勝負徹底解説。ではここでサマナーズウォーの過去の名勝負を松さんブルブル13に解説していただき、サマナの楽しみ方を掘り下げていきます。本日の名勝負はサマナーズウォーワールドアリーナチャンピオンシップ2019決勝最後の試合、中国代表レスト選手とアメリカ代表トンプシン選手のバトルです。これはもう決勝の、第5戦ですね。2対2で迎えたもうラストバトル。始まりましたね。画面上上がレスト選手、そして下がトムシン選手の画面と。そうですね。ですけども。ビバーチネフもう止めましたね。もう止めた。あ、もうストップ。電池切れですか。じゃなく。やっぱりこの SWC。はい、セマナの大会ではプレバンっていうものがあって、そこからちょっと解説しようかなと思いました。でこのプレバンシステムもまあ年度ごとに変わってて、この2019になってからはその直前、このラストラウンドプレバンってあるんですけど、はい、その直前のバンしたキャラクターは次バン、連続でバンできないんですよね。だから次の試合ではまた違うキャラをバン選んでくださいっていうシステムになったんですよね。じゃあ1個前にこの2つが嫌だったから外したってことですか。そうですそうです。なるほど。何が嫌だったんですかね、この2つのキャラは。お互い、めちゃくちゃ強力なキャラなんですけど、まあ、何が特徴的かっていうと、闇のハープは、相手の攻撃ゲージと体力を入れ替えれるんですよ。で、まあそのよく使う使い方としては、相手が行動 し終わった直後に、そのレクイエム、まあ、そのスキル3を打つと相手の攻撃ゲージと体力ゲージが入れ替わるので、体力がもうゼロに近くなるんですよね。で、まあ、その代わり攻撃ゲージはめちゃくちゃ上がる状態になるんですけども、まあ、その、スキルがとても強力なキャラクターですね。
全部をひっくり返されちゃうわけですね。そうですそうです。作戦も何もかも。だからもう次攻撃したらもう死んでしまう、やられてしまう状態に一体できるっていうのが強い。それをずっと使われたら嫌ですもんね。いや、鬼削られるってことですよね。そうですそうです。そうですね。もうこの始まる前からいろんな戦いがもうすでに始まってるってことですね。ピンときたんですけど、この画面で60分いこうと思ってます。Boy, you got that Netflix, you got that Viva pre-band before, and now that same pre-band that we've been seeing before, that Giannis pre-band, that Joe Smith pre-band, and here we go. Thompson has first been, and his final match, Thompson will not be able to use his favorite monster. 手持ちが分かるっていうのもやっぱ大事ですね。先にもういろいろ情報収集しておかないと。俺も早いですね。確かに。まあいわばこれでお互いファーストピックが終わってる段階なんですけど、まあそれまで4戦もいわば、ファーストピックの人がハトホルを取って、セカンドピックの人が、ガニメデフランを取るっていうのが、まあ、ずっと続いてるんですよね。で、うんうんうん、同じようにその5戦目迎えた試合でも同じファーストピックお互い。ここまでは定石通りっていう感じですね。だからもうここもポンポンポンと進んじゃったんで、うん、ここからが多分ピックに時間がかかってきて面白くなると思います。うん、ちょっとじゃあ見ていきましょう。せっかくあるんで、はい、すごい盛り上がれるってすごいね。貴重な切手を見せてるだけですか。ちょっと止めるんですけど、あ、はい、まあ、これで先ほどその4戦目でプレバンされてるお互いのキャラクターですね、うん、闇のつながりの木崎と闇の、ハープ奏者っていうのが、うんうん、まあ、お互い選んでる状態。何をどうしようと思ってこれ選ばれたんですかね。私は何が何に対して対策になってるかとかね、自分がどう行動しようと思ってピックしてるのかな、うん、じゃあ、あのあやみさん一体絞ってください。なぜこれなんですかっていうの。エルーシャ。エルーシャ、なぜエルーシャなのか。強いのがまずスキルですね。スキル 1,2,3 全て強いんですけど、まずこの相手に、ベルデハイルがいますよね、うん、でベルデハイルっていうのは基本的に暴走反撃っていうルーンで組まれてることが多くて、まあ、意思がついていないと、で、エルーシャのスキル3っていうのは、相手を2ターン睡眠させることができる、うんうん、で、まあそのベルデハイルでゲージを上げられる前にエルーシャでのスキル3で、まあ、眠らせてしまおうというピックであるのと、るその闇のつながりの木先が、そのスキルがちょっと難しいんですけど抵抗できないスキルを打ってくるんですよね。このスキルを打たれると、防御デバフ、ミスデバフ、回復阻害とあと封印、まあこの4つのデバフを入れてくるんですよね。これじゃあベルデハイルが意思積んでないってことはもう前の戦いで確認済みってことなんですか。そうですね、もちろん確認済みです。なるほど。かつね、この段階でもどれが自分がバンされてしまうかも考えながらピックしていくってことですもんね。そうですそうです。めちゃくちゃ難しいですよね。めちゃくちゃ難しいです。これが世界の戦いですね。Great draft overall. I think Les can drop whatever he wants, and it's gonna be a shock. これピックが終わるっていう形ですね、うん、この時点で。レストさんはその最終、はい、まあセアラピックしてるんで、うん、大体何をバンしようかなっていうのを決めてる状態でセアラを選んでるんですよね。うんうんうん、で対してトンプシン選手は、何をバンするかっていうのを今からこの30秒で、まあ、あらかた予想はつけてるけどラストピックされてどうしようかっていうのを考える時間なんですけど、まあレストさんの狙いとしては、まあ、ベルデハイルに意思がついてないことを確認済みで、ローレンで、エギル、うん、この3体に意思がついてないことが確認済みなんですよね。でこれに対して、ラストピックフェアラで相手はもう免疫を取っていないので、うん、もうセアラを入れればそのいつでも爆弾をつけれる状態、うん、確かにスキルが打てれば、うん、でまあそのセアラを入れてるんですけど、であとはガニメデ、ガニメデがいることによって、魔風っていう相手のスキルを使えない状態にしてゲージをゼロにするっていうスキルなんですけど、これが打ちやすい状態ではありますよね、うん、そのピックの時点で。ってなるとその石のついてないのをバンしないってことなんですか。そうです、そういうことですよね。はい、で番候補になってくるのが意志のついてるキャラである、風のハトホルと闇のネフティス、うん、これがまあ番対象になってきますよね、うん、ネフティス、レストさん側からしたら。でトンプシン選手はそれを見て何を番するかっていうのを考えてる状態なんですけど、なるほど。じゃあトンプシン選手はどこを番して、狙いとしてはこれもうピックの時点で結構勝負が決まってるに近い状態って、まあ、この試合をよく言われるんですけども、どっちが有利なんですかこれ。
どっちが有利だと思いますか。さあ、あやみさん。私か。でも意思ついてないのがバレてるんだったら、うん、レスト選手ですかね。うん、果たしてその結論はどうなのかちょっと見ていきましょうか。はい、じゃあお願いします。ですか。Let's bring in that Ciara as well. Now he's not showing. He doesn't really need any of the strips for immunity. He's no immunity to worry about right now. And I can see Thompson banning either the Fran or the Ciara, but I think it's a little bit safer to ban out the Ciara. Either ban is fine here. The most obvious given how it's going. Anime でもバンしたいし、ティアラもバンしたいし、ルルーシャもバンしたい。全部バンできないんです。全部したらね、ここで勝てますもんね。全部バンできたらよしっていう。お、ルーシャなんだ。And we can see the LD net 5 getting banned on Thompson's side. And I think this is a little bit safer route. Thompson's going to tunnel down the Sierra and take it out early.いよいよ試合開始で、これがその何ですかね、初手の段階ですね。初手、うん、意思ついてないですね、3体3体意思ついてなくて、ガニメデの魔風が初手、ガニメデが一番入る。そうですね、その、ローレンとベルゼハイルっていうのはスキル1で基本的には戦えるキャラなんで、その今打つとこで言えばもうエギルしかないんですけど、エギルのスキルを封印してゲージを下げてしまおうっていう、でこの続きが、はい、まあ、しっかりゲージが下がって、でフランが石を張る、でハトホルがでも睡眠を打つしかないね、一体だけここで完璧じゃないですか、はい、で爆弾をつけた、強いでスキル1で殴ることによってゲージが上がって、まあここが暴走してるんですけど、おお、でゲージが上がってんでもう一回ターンが回ってくる、うん、そして行くか、2個目つけてキーバックですね、2つ落とせる、いやー強い、で、歓喜で、プランを戻して免疫張る、うん、でこれでまたハタホルの睡眠が打てない状態になる、歓喜だ、ここまで綺麗な組み合わせを決勝でちゃんと使いこなせるっていうのもまたかっこいいです ね、 ですね、このレベルで、これはいきますよね、初手の時点でほぼほぼ勝負ありの状態、うん、ここに来てやっとる、これがタッキングがゲージで変えて体力がほぼゼロですね、強い、すべて思惑通りに行ったという戦いですか、これは。うん、まあ、しょうがない。いやー、すごい。すごい。その試合が始まって、その試合前に結構戦略を考えてらっしゃった分、うん、試合が圧倒的なスピードで、ね、決まっていくっていうのがまた感想戦を先にやったみたいな感じですよね、将棋で言うとね、確かに、うわすごいな、これはじゃあやあのピックの時点でわ負けたなっていう感じがあるんですか、トンプシン選手からしたらもうだいぶ厳しかった、うん、まあ、あとは抵抗的中の運もあるんでもう絶対に負けるっていうわけではないですけど、ガニメデより速いキャラクターが1体いればまた全然違う展開になるってことなんですか、そうです、それもありますし、うん、まあ、免疫キャラを取ってたり、まあ意志がついていたりとか、いろいろ要素はあったんですけど、うん、まあそれをまあしっかりレスト選手が把握して、うん、あのピックになったっていうのがまあこの勝負のポイントだったんですけど、このレベルでこうワンサイドゲームみたいになってするんですね。まあこの試合だけに関してはですけど、世界クラスにもかかわらずグッといく、あ、試合見ててやっぱブルーさんも結構テンション上がったりもしたんですか、これは。そうですね。これはもうやっぱピックバンで勝負がほぼほぼ決まってたっていうのもあるんで、その。一つ一つのピックがやっぱりこうおーおーと盛り上がる感じがあって、まあ、楽しいというか面白いですね、うーん、その場で生まれていくドラマですね、そうですよね、すごいな、あやみもいつかあのステージ立ってみたいね、立ちたいですけど立てない理由は言ってくれない、まあ、こちら今戦いありましたけども、今年もサマーゾーのワールドアリーナチャンピオンシップあったりするんですかね、これは。はい、まあ、2020年の、SWC ももう何ですかね、そのサマナーゾーンのゲーム内で、情報が出てるんで、うん、間違いなく開催されると思ってるんで、おお、確かに、まあ、このご時世大変な部分もいっぱいありますけれども、うまくねいい感じになってできるといいですね、その際は
ぜひもう二人も、ね、もしかするとアミさんここもいるかもしれない。なんもしかしたら我々は二人の後ろでこうやってこうやって誰の立ち位置なんですか。もうおそらく歴戦の強者であったんで人の顔でこうやって今日はここまで。勝負も熱かったが解説もまた熱かった。それではまた次回、視聴者の皆さんもぜひ遊びに来てください。サマナマイハウス。さあここでお知らせ、6周年記念ツイッターキャンペーンを開催中。なんとこちら応募すると豪華賞品が抽選で600名様に当たっちゃいます。応募方法は期間中の紹介の中で一番運命を感じたモンスターのスクリーンショットをハッシュタグサマナ100回の出会いをつけて投稿するだけ。皆様どしどしご応募お待ちしてます。